日本の土木技術は世界一と言われているが、これがあまり日本人には知られておらず、このような記事や動画を通して知ることが少なくはない。特に日本の土木・建設業の企業は、世界中の多くの企業と違い、現地の技術力を高め、多くの雇用を生み出すという点で、他の新興国の企業とは大きく異なっている。特に地震の多い日本では、世界の中でもトップクラスの耐震技術があり、それがコスト高の要因の一つであり、格安な工事受注に負けてしまうのだとも言われていた。しかし、このように日本の高い技術力が、このような動画を通して伝えられることは、日本人としては誇らしいものを感じる。では、どうぞ。今回ご紹介する映像は、大阪在住のフィリピン人の方が投稿されたもので、一つ目の映像は、午前9時半頃、道路工事が行われていることに気づき、明日には終わるだろうと考えながら何気なく撮影したそうです。しかし、それから約3時間後の午後12時35分頃、外で昼食をとるために家を出ようとした際に、窓の外に目をやると、すでに歩道がきれいに仕上がっている光景が目に飛び込んできます。それに驚き、もう一度カメラを取り出した、ということなのかと思いますが、この映像は、フィリピン国内で大きな話題となり、わずか2日で、合計再生回数が400万回を突破しています。コメント欄には、驚きの声が殺到していましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。日本人の仕事の速さに特別な秘密なんてない。唯一理由を挙げるとしたら、日本人だからさ。はははは、は、こんなのすごすぎて笑うしかないだろ。これだから、人は、日本をザ・ベストと呼ぶんだ。ようこそ日本へ。日本ならこれくらい普通だよ。日本在住。日本やばい。一風呂浴びてる間に終わってましたってくらいの感じだな。日本は腐敗や汚職がない国だから。それに加えて国民全員が高いモラルと道徳心を持ってる。あの国と比べちゃダメだよ。ちゅうこれはあの赤い看板の会社の CM です。私、日本人の改善の精神が大好き。俺は15年に本に住んでたことがあるけど、人通りの激しい歩道だとありえないくらい工事が終わるの早いよ。次元が違うとは、まさに、このことだね、はははは。は多分、フィリピン人が10人でやる仕事を、日本人なら1人でできちゃうんだと思う。日本人だけ、あんな忍術を習得してるなんてアンフェアだ。もう笑うしかない。小松だから可能だったんだろうな。間違いない。映像から、日本人の規律正しさもわかる。見てよ、あの車間距離。こっちだったら追突しそうなくらいに詰めてくるのに。フィリピンだったら工事の完了を見ないままお墓に入るかもな。そういや、静岡で見た工事もやたら終わるの早かったな。お世話になった教授が言ってたんだけど、日本人は完璧主義なんだって。だから、こういう仕事も無駄なく完璧にやるんじゃないの。鍵は規律だよ。規律で検索すると、日本人が描かれた絵が出てくるくらいだし。異常なレベル。アメリカだったら数年はかかってる。米在住。日本、この化け物国家よ。日本人には常に少しでも改善していこうって意識があるからな。地震と津波の後も1週間くらいで高速道路を復旧させてたね。仕事の速さだけじゃなくて、技術も、賃金も、職業倫理も違うよね。教育も、政治も、法律も何もかも。日本の仕事の速さに関する投稿は、今までたくさん見てきた。地震の時だってそうだったよね。何事もなかったかのように、短期間で、道路が元通りになっちゃうの。日本って、本当にすごい国だと思わない？日本とフィリピンを比べてどうする？労働者の規律が違うんだから仕方がないだろ。仕事に対する姿勢も俺たちとは違うんだよ。これ見てわかったわ。日本がどんどん発展していくのも当たり前だ。私も東京で同じような体験した。
次の日には光景が変わってて道に迷っちゃったんだ。無茶しやがって。いやでもこれが日本人の仕事の速さなんだが、そりゃあ大国になるわけだよ。仕事の速さが尋常じゃないもん。フィリピンが他の国より遅れてるのは確かだよ。だけど自分の国を卑下するのはやっぱり良くないよ。この国には未来があるわけだしさ。仮面ライダーやスーパー戦隊が悪者と戦った時に毎回道路とか建物とかが壊されちゃうから、修繕するのは日本人にとっては手慣れたものなんだろう。給料が高いから頑張れて仕事が早くなるのか、仕事が早いから給料が高くなるのか、どっちなんだろうな。俺も大阪で同じシチュエーションに遭遇したのを思い出した。午前の10時頃にはまだ工事の途中だったのに、お昼を食べ終えて11時半頃にどう地道を通ったら工事が終わってたの。日本人あいつら半端ない。日本人の効率性が最高潮に達した瞬間である。オーマイガー、あんなことが本当にできちゃうんだね。効率性とか仕事に対する真剣な姿勢とか、日本人は尊敬できる面ばかり独在住。私はもう日本人のことは魔法使いだと思うことにした。お前らフィリピンは遅れてるって言いたいようだけど、こんなことできるの世界中探しても日本くらいだからな。今回の動画や東日本大震災の復旧工事などでは、にわかに日本の土木建設の技術力が注目や脚光を浴びるのだが、本当にそれでいいのだろうか。無論このような称賛を送ってくれる先進国や新興国にも自国の土木建設業があり、技術者がプライドを持って仕事をしている。そして土木建設業というのは国策産業に近いもので、先進国や新興国は発展途上国から多くの工事受注を受けているため、日本の技術はすごいと認めるわけにはいかないとも言われていた。まあ工業製品のように単純に比較できない土木建設技術だが、もっと日本として世界にアピールしていくことが必要ではなかろうか。その面では2020年東京五輪は世界が日本に注目する一大イベントであり、単なるオリンピックの成功だけでなく、日本の国家としての未来がかかっているとも言えるのでは。2020年東京五輪ではアピール下手の日本人を超越し、世界に真の日本の姿を伝えてほしいものだと心から願うばかりである。